日ごとの家庭、ローズンゲンによる2021年1月15日女が見るとその木はいかにも美味しそうで目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた女は身を取って食べ一緒にいた男にも渡したので彼も食べた創世紀3章6節イエスはまた例えを話された 盲人が盲人の道案内をすることができようか、二人とも穴に落ち込みはしないか。ルカによる福音書6章39節。ここに出てくる聖,句聖書の言葉を簡単に言ってしまうと、他人からこれいいよと言われたものを何でもかんでも鵜呑みにしてはいけないということになるのかもしれません。アダムの場合はまさにそうでした。 それを食べたら必ず死ぬと神様に言われていたその木の実をエヴァが美味しそうに、えー、食べる。まあその木を見た時エヴァは美味しそうで目を引きつけ賢くなるような気がするというまあそんな思いがあったもんですから彼女はそれを取って食べてしまうわけですけれどもそれをアダムに手渡した時アダムはちょっと落ち着いて考える必要がありました。 アダムはちょっと、えー、その木の実を受け取りながら、神様に言われたことを思い出す必要があったんですよね。でも、彼はそれを食べてしまいます。まあ、エヴァを愛していたのであれば、エヴァのために神様に許しを願って祈るということもできたかもしれません。 うんあるいはエヴァを少し叱責して、エヴァと一緒に神様ごめんなさいって言えたかもしれません。でもアダムはそんなことをせずに、えー、木の実をいとも簡単に食べてしまったわけですね。その瞬間から、アダム、そしてエヴァの人生が大きく変わっていきます。物の感じ方、見え方が大きく変わってしまいました。そもそも神様との関係が、ものすごくこう、 アダムの側から見ると、険悪な状態になっていくわけですね。断絶感と言いますか。それが生まれてしまう。しかし、あなたがアダムの立場だったら、どんな行動を取ったと思いますかあるいはあなたがエヴァの立場だったら、どんな行動を取ったでしょう誰に道案内してもらうのか誰に指導してもらうのか それによって人生は大きく変わっていきます。ある意味で尊敬しているとしても、その人の言っていることを考えることなしに鵜呑みにしてはならないのだと思います。自分でも考える。あるいは、他の人の意見も調べてみる。まあそういう作業の中で、自分の中に違和感がないことを確認しながら、信頼を深めていく。 自分の中に違和感がないことを確認しながら前に進んでいくという姿勢がとても大事なことだと思います。精霊は私たちの心の中にそれは神様の喜ぶことだという思いを引き起こさせてくださいますしあるいは違和感を与えてある意味で私はあの健全な違和感という表現をよく使いますけれども精霊は 私たちの心の中に健全な違和感を引き起こしてくださって、それは間違ってるよということを悟してくださいます。そういう意味で、どんなに尊敬している人のメッセージだとしても、それを一旦心の中に受け止めながら、自分で考えて、自分でまあ消化していくといいますか、そういう作業はとても大事なことなのだと思います。 自分と神様との間でその内容について吟味する考えていくそういう姿勢ですね女が見るとその木はいかにも美味しそうで目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた女は身を取って食べ一緒にいた男にも渡したので彼も食べたイエスはまた例えを話された盲人が 盲人の道案内をすることができようか、二人とも穴に落ち込みはしないか。祝福がありますように。